ほどよく分かってないのになるほどって言ったのは YouTube で初めてかもしれないただ基本的には自動なんで目視で緊急停止をしたりするだけです。だから基本的にはもうスイッチタイマーで自動的にやること。実験見てたんですけど、本当に何をしてるのかもう本当分かんないレベルです。そう、もう本当もう頭パンクしそうなぐらいなんか本当に一気に詰め込んだなっていう感はするな。確かに新しいことを。うん、ほんまにプロペラ見せられた時にほんまもう感情無やったもんね。全く話しか出てこなかったもんなもん。結局やっぱ堀江さんって全てのあれがビジネスにつながるというか、そっちの思考なんですよ根本的に。それはできるなって思うもんね。そういう風にして考えてた方が楽なんですよね、ストレス。ああ、そうそう、確かに。オンオフみたいなのはないんですね根本。僕もそんな感じです。ずっとなんか考えちゃいます。オンオンというか、どうせ寝るから寝てる時がオンかな。ああ、なるほど。戦国って人をずっと殺してるタイプの人ってことですか。大勢のこと教えてもらっただけで、なんかもうすごい価値を得たなっていう、10億手に入れたなっていう気分です、正直。もうそれだけで今回の僕、堀江さんの話聞かなかったふるさと納税、多分向こう10年知らなかったと思います。ふるさと納税、はい、品を試食して、さっき飯食ってましたふるさと納税 よく知ってないですけど、何ですかふるさと納税って。えふるさと納税分かんないんですけど、結構有名じゃないですか。うん、ふるさと納税どういうシステムなんですか。ふるさと納税は、はい、得なことしかないっていう制度なんですけど、はい、俺ってふるさと納税してないよな。してないですよね。してよいや俺してないよだって今知りました。いや意味わかんなくて、ふるさと納税の意味がわかんなくて、たまに来るんですよ、こうふるさと納税してくださいみたいな人なんですよ。よくわかんなかったんで無視したんですけど、はい、しましょう。皆さんもしてるんですか、ふるさと納税してるんですか。教えてくださいよ。俺さんに聞くと何でもわかりますね。セスナ、セスナ来ましたよ。これからもうね、本当に快適の悪いセスナってやつ。お願いします、お願いします、お願いします。ちょっと天気が微妙な感じですけど、なんとかでいい。はい、こんな曖昧で大丈夫ですか。どんな席なのこれ。左から。ごめん。ちょっと頼みないでしょ。はい。いやめちゃくちゃ不安ですよ。命預けて大丈夫。なんか確かにここ、紅の豚感あるなちょっと。はい、